さあ新しいシリーズが始まりますよ。その名も隣のインフラ。かっこいいです ね隣のトトロみたいですよね。隣のインフラ、まあ、インフラストラクチャー、うん、インフラ、そのこのシリーズを通してですね、投資家の皆さんに身近なものに感じてもらいたいなと思いまして、スタートすることに。インフラっていうのは、まあ、難しく考えないで、うん、ローマですよ、うん、ローマ帝国。ちょっとどういうことでしょうか。水道、はい、まあ、トレビの泉が今でも残ってる、はい、道路、アッピア街道が今でも残ってるいくつもの世界遺産ですね、うん、あとコロッセオ。要するに株式会社が生まれる前からずっと昔から我々はこのインフラで生きてる。文明イコールインフラですよ。そうか、はい、そんな長い歴史があるインフラなんですけれども、うん、そちらを詳しく教えてくださる講師の先生をご紹介しましょう。ブルックフィールドオークツリーウェルスソリューションズジャパン、竹末和華さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。竹末でございます。さあ今日はどんな話を教えてもらえるんですか。はい、まず今日は第1回目になりますので、まずインフラ投資とは一体何なのかということを皆様に本日はご紹介させていただきたいと思います。実はインフラ投資というのは、まあ、資産クラスとしてこう成長してきておりまして、そちらの、まあ、インフラ投資の歴史ですとか、うん、それから成長ドライバー、あとは、まあ、最近こう入ってきている、まあ、投資家様がどんなような層なのかということをですね、うん、皆様にご紹介させていただきたいというふうに思っています。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずその言葉の通りインフラ事業なんですけれども、うん、これいわゆるそのインフラ事業に対する投資がインフラ投資ということなんですけども、はい、皆さんインフラと聞いてどんなこう何を思い浮かべるか、最初にこう頭に浮かぶことは何でしょうか。インフラって言われたら電気ガス水道とか、はい、まずさっきも言ったけど道、うん、道路ですよね、うん、はい、でやっぱり娯楽施設もそうだと思うし、はい、もっと言えば何になる、病院もそうでしょ。やっぱりそうですね、それも入ります、ね、はい、やっぱりもう結局我々はそれに囲まれて暮らしてるから現代人文明的な暮らしができてるという、もう本当欠かせないものだと思いますよ。うん、うん、ありがとうございます。これざっくりまとめるとですね、インフラっていうのは例えば人、物、商品、うん、それからデータ、サービス、うん、これをこう移動させるような手段なんですよね。まあ、これがインフラというふうに、もうざっくり言うとインフラっていうのはそういうことになります。でも言ってみれば生きていくために本当に絶対に必要なもの、必要不可欠という、ね、まあ、面がありまして、うん、まあ、そういったところ、世界経済にとっても必要ですよ、もうこれ絶対必要不可欠ですよというところと、あとはそのサービスを提供してくれるということが一つのキーポイントになるかなというふうに思います。うん、まあ、いわゆるその世界経済、社会経済の主盤、まあ、基盤となっているということが言えるかなとは思います。はい、うん、意識はあまりしなかったですけれども、言われてみると結構いっぱいあるかもしれませんね。意識はしてない、要するにもう水や空気みたいな感じでいいんですよね。それで我々生きてて、そこにちょっとずつお金が回っていく、はい、そのちょっとずつのお金がこう効率的に、おっしゃる通りです、ね、リサイクルというかこう、もうこういった形でこう循環して回っていくというような、いい、はい、イメージですね。うん、いくつか例を教えていただいてもいいですか。です、はい、まず一つはですね、皆さん例えば朝夕方出勤しますよね。はい、出勤もしくは学校に行くということがあると思うんですけども、まあ、そういったその通勤、それから通学で多くの人が利用する地下鉄ですとか、はい、それから、鉄道バス、これはですね、今画面の方にありますけれども、こちらが運輸セクターのインフラということになります。これはアッピア街道ですよ。まさに近代のアッピア街道ということなんですけれども、うん、まあ、陸ですとこういったところの例えば高速道路、有料道路、うん、それから橋、トンネル、うん、こんなところが上がってくるかなと思います。はい、これが空輸、空になりますと空港も入ってきますね。それから、まあ、海ですと港湾、港というのが入ってくると思います。うん、まあ、こういったものが大きく分けて運輸のセクターということになります。
次にそのエネルギーといったことに目を向けますと、はいはい、それがですね、最近ではクリーン電力ということが大きく言われています、うんうん、ネットゼロということが2050年までに、まあ、あのなんとかこうあのクリーンにしていこうね、エネルギークリーンにしていこうねというあの取り組みがあるんですけども、はい、こちら太陽光発電、それから水力発電、こんなものがクリーン電力と言われているんですけども、このクリーン電力を貯める蓄電設備、うん、こういったものも最近はあの注目が集まっている再生エネルギーの分野のインフラということになります、うんうん、であのこれ実は日本でもですね、ちょっと難しい言葉になるんですけども、はい、フィットという制度がありまして、はいはい、これはあのフィードインタリフと言われる再生エネルギー、うん、まあ、こちらで貯めたその電力を固定価格で国が買い取りますよといったような制度なんですね、うんうんうん、でこれが始まりまして2011年、こちらが 10.4%、まあ、再生エネルギーに対するこうあのエネルギーの蓄電というのが 10.4% だったんですけども、こちらがですね、実は2021年度には 20.3% ということで、大きく倍ぐらいにも増えているということになります、ね、2倍ですね、2倍ですね、はい、ですからそういったところはですね、非常に日本でも取り組みがもうすでにされているというところですし、うん、あの私もちょっとこの間こうあのドライブしていまして、こういったこうあの太陽光発電なんか見たんですけども、うん、やはり取り組みがやはりあの日本全体でも行われているんだなということを実感しております、うん、これね、やっぱりあのなかなか、まあ、鈴木さん、これ例えば、はい、一企業がとか、うん、まあ、大きい企業もそうだけども、さっきの港湾設備もそうだし、あるいは高速道路もそうだし、ダムもそうだけども、もう一人の人間じゃ絶対できない、うん、ね、天下の例えば天下のトヨタにしても一社でできるかできるわけじゃない、できませんね、ね、まさに国、国家レベルですよね、国家レベル でそれも国家レベルもやっぱりみんなで協力して、でみんなが使うという、これってやっぱりこうちょっとこう株式投資とはちょっと違うんですよね、うん、性質が、うん、観点が違いますね。これ作る企業というと、まあ、株式投資の役割になるかもしれませんが、うん、それ出来上がったものに対して何か上からこう見ていくってことになると、うん、まさにインフラ投資そのものでカバーしていかないためですね、やっぱり新しい発想が必要ですよね、おっしゃる通りですね、うん、やっぱりその国の補助というのも必要になってきますし、うん、そこをまあ国の補助が全てではなくて、そこに行くまで の、あのいわゆるサポートというのはまずは国がありまして、 そこから民間に移ってきているというような歴史がありますので、うん、そこはもう今後注目される分野でもあるということになりますね、うん、でもう一つあの身近なところではその公益ということに関しますと、うん、電気ガス、うん、それから水道っていうのはもうこれすごく重要な分野でして、そうですね、はい、まあ、電力それからガスの供給、それから上下水道ですね、うん、そういったところ、まあ、ここはですね、まあ、あの言ってみれば非常に大切、それからそういったその電力、まあ、もしくはその電力のエネルギーの消費量を見える化するというところで、スマートメーターって皆様お聞きになったことがあるかなとは思うんですけれども、はい、こういったところも、もちろん公益セクターに分類される一つということになります、うんうん、一番問われているところですよね、まさにおっしゃる通りですね、はい、あの省エネということがやっぱり日本では叫ばれておりますので、ここは重要な分野になると思います。それからちょっとここ日本から少し離れてしまうかもしれないんですが、はい、こういったミッドストリームというのも世界では非常に重要な分野なんですよね。パイプラインですよね。おっしゃる通りです。あのもうこのミッドストリームというのは石油とかですとか、それから天然ガス、こういったエネルギーの輸送、パイプライン、貯蔵、それから、処理施設っていうのが含まれてまいります。でこういったものは非常に日本ではなかなかこう見ることは少ないかと思うんですけれども、おそらくですね、あの近年ロシア、それからウクライナの問題もありましたから、はい、こういったところはニュース等で、ご覧になった方もいらっしゃるかなというふうには思います。もうアメリカなんかもこれが縦横無尽ですからね。そうですね、うん、もう本当にもういろんなところにこういったパイプラインというのがあります。シェールというだけみんな思ってるけど、シェールがこれぐらいでしたらこれの周りにブワーッとパイプラインがあるわけだから、うん、シェールのお金よりもこっちの方がうんと大きいんですよね。そうですね、そういったことで、まあ、こういったことはとっても必要な分野になります、うん、はい、それから最後にですね、まあ、今回こういったご機会いただいておりますけれども、こういった番組を皆様にお届けできるのも実はインフラのおかげなんですね。はい、はい、はい、あのこれは、まあ、まさにあのデータ通信というところになるんですけれども、うん、今画面の方に出ています。あの実は90年代後半からも本当に急速にこういった、はいはい、データ通信のところがあの普及するようになっています。いわゆるインターネットと呼ばれるものなんですけれども、うん、こちらはもう本当に日々の生活、私もいつもこう
携帯見ちゃいますというようなことがあるんですけども、うん、そういったあの日々の生活に欠かせないものとなっているかなというふうに思います。ですからそのデータ通信を支えるための例えば、通信と、うん、それから光ファイバーも、うん、データセンター、それから、まあ、そういったものというのは、データ関連のインフラというふうに分類されています、うんうん、もしも私たちの暮らしというか、はい、その世の中そのものがインフラですよね。そうですね、世の中そのものもですから生きていくために必要なものというのがインフラというふうに感じていただければというふうに思います。同時にこういったものも実はイノベーションで、さっきまあ面白くローマの話を引き合いにしましたけども、あの時代に飛行機はなかったわけだし、あの時代に当然携帯がないわけだから、我々の次の世代はまた新しいインフラが、ね、そうですね、作られていくことになるわけですよね。そうですね、うん、もうこれからあの発展途上と言いますし、まあ、昔から作られていたものはもちろんあのアップデートしていかなくちゃいけない、そういうことになりますね、はい、ますね、うん、で最後にですね、ちょっとこれ一つもしかしたらあの身近にもしかしてこれはインフラなんじゃないかなと思っているところの分野というのがありまして、うん、例えば学校、はい、学生寮、それから、言ってみればその病院、うん、それから高齢者向けの施設ですね、老人ホームですとか、うんうんうん、まあ、そういったところというのは、あとはそのスタジアム、例えばスポーツをやるようなスタジアムっていうのも、うん、はい、これ実は社会インフラの一つなんですよ、ね、だと思いますね、うん、こういったものもインフラの一つにもうあの分類されておりますので、今後はこういったところもインフラの中でもうよりアップデート、それからまあ老朽化が進んでいけば、そこは修繕をしていくというような分野になっていくということになります。いや本当に幅広いですね。当然だと思いますよ、国立競技場、やっぱり絶対メンテナンスしてほしいし、ね、でせっかく出来上がったものがやっぱり老朽化することは、はい、どんなも建物全て同じですからね。でまたローマに戻しますけど殺すよなんて未だに、ね、生き残ってるわけですから、はい、やっぱりそのためにはやっぱり人々がね、それを支えていく、そういうシステムを作んなきゃダメですよね。なんか一見バラバラなんですけれども、みんなにこう共通する要素っていうのはあるんでしょうか。うん、そうですね、あの共通する要素としてはもう本当に繰り返しになりますが、やはり生活に不可欠ということがあります、うん、はい、でちょっと次にご案内したいのが、こうどういう形でこうインフラ投資を考えるか、うんうん、それからなぜインフラ投資がここまで注目を浴びているのかというところについてちょっとご話申し上げたいと思います、うんうんうん、でも非常にその数、まあ、種類が多いというインフラのところ、うん、まあ、分野なんですけれども、こういったものを開発して運営していくという事業は一般的にいくつかの、本当にあのいくつかの特徴を持っているということが挙げられると思います、はい、うん、一つにはまずは資本集約型ということが一つ挙げられております、うん、これ何を言っているかと言いますと、設備が非常に重装備なんですよね、うん、ですから例えば、太陽光発電ですとか、うん、それから、高速道路をちょっともしあのよろしければ頭に浮かべていただきたいんですけども、このスタジアムなんかもそうだと思います。ここは非常にあのコストがかかる、建設するにコストがかかりますので、うん、運営するにもコストがかかるということなんですよね、うん、ですからそういったことができるような事業というのは参入消費が高いというような、ね、なかなかそのポットでの、会社ではなかなかそれを、建設することができないというようなことがありますので、そこは一つあると思います。あの建設に対して莫大な資金が必要となるということが一つと、うん、あとはどこにでも建設することが、可能ではないので、うん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 、そういったところを開発して運営して、この、まあ、今後こう運営していくというようなところを長い目線で、うん、ちゃんときちんとビジョンを持っているような、はい、そういった事業体が非常に必要になる、うん、そういった事業を持っているところというのは非常に少ないので、寡占的なビジネスになっていくということが一つ挙げられると思います、うんうんうん、はい、必ずしも、ね、競争することでそれが何か良い世の中を作れるわけでもないですから ね、 そうですね、でスタジアムを山ほど作っても意味ないわけですしです、ね、オンリーワンのビジネスですもん ね、 これね、そうですね、だからこそきちんと、うん、きちんと経営してきちんと運営してもらって、はい、で効率よく、みんなにこうより良いサービスが提供するというわけですから、これは競争原理とはもう一つ次元の違う世界になりますよね。次元の違う世界ですね。ですから競争はいいんですけれども、これはみんなが使う、うん、もう広くあまねくの人が使いますので、うん、そこに競争原理が働いていきなりコストが上がる下がるということは非常に危険な分野になりますので、うんうん、言ってみれば寡占的安定的ということが一つ言えるかなと思います、うん、はい、でもう一つは、まあ、もう今の話ですけども、社会経済に非常に密着しているということが一つ挙げられると思いますね、うんうんうん、
これはあの最近あの物価上昇も結構激しい、為替も結構気になりますし、はいはい、あの皆様お財布事情がかなり気になる、かなと思うんですけども、例えば節約のために、外食をちょっと減らそうかなですとか、海外旅行を少し控えようかなというようなあの方もいらっしゃるかと思うんですね。ただこれあのインフラの世界になりますと、例えば水道を使うのやめたですとか、電力使うのやめた、ガスはちょっと使うのやめようかなって方ってあんまりいらっしゃらないと思うんです。生活が回らなくなりますね。ですからこれが毎日の生活経済に密着していますよということが一つ挙げられるかなと思います。よく途上国ではそこの部分が途絶えてしまうなんてことがあったりなんかしますけどね、はいはい、まあ、今、まあ、例え出すと、インドでは結構頻繁に発展してるんですけど停電が起こりやすいとか。そうですね、おかげさまで日本ではそういうことはずいぶん少なくなるんですよね。日本は本当に、非常にその公益の分野といいますか、あのこういったインフラの分野に関しては非常に安定がありますので、多分おそらくですね、実は水道なんか見ますと、水道に蛇口ひねって、ちゃんと水が飲める国って世界で8カ国しかないんですよね、ですからそういった分野でも日本というのは非常に安定的にこういったそのインフラを提供できている、まあ、唯一の国ということが言えるかなとは思います、ね、はい、政府は偉かったそういうことになると思いますよ、うん、でこれ実はあのこういったとこういう分野であのインフラということを私たちはこう捉えることができるんですけども、はい、じゃあこれ投資家目線で見るとどういったことかということなんですね、うんうん、投資家目線で見ると今の話をこう、まあ、あのまとめますと、インフラ事業っていうのは非常に、まあ、そういった事情があって、まあ、背景があって収入が、まあ、長期にわたって安定しているっていうことが一つ言えるかと思います、うん、これ非常にインフラに投資をする、まあ、投資家にとってはとっても重要なことだと思うんですよね。インフラが非常に身近であるということ、そして投資家にとっても身近な存在だということがよくわかりました。次回は投資という観点からインフラについてお話を伺います。竹末さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。